立憲民主党民友会の石橋通宏です。ただいま議題となりました働き方改革関連法案に対し、会派を代表して質問いたします。はじめに、働く者の命に大きな影響を与えるこの重要法案が、衆議院厚生労働委員会においてたった30時間余りの審議で全く議論が尽くされないままに採決が強行されたことに満身の怒りを込めて抗議します。そもそも8本もの法案を1本に束ねて国会に出してきたこと自体、安倍政権の国会軽視、国民無視の体質そのものです。8本分の十分かつ丁寧な審議が必要なのに、採決すべきではない法案に反対だという圧倒的多数の労働者の声を無視して採決を強行した、一体どこが働く者のための法案なんですか。大体この法案の立法事実はとっくに消え失せました。政府が根拠としてきた平成25年度労働時間等総合実態調査は、統計上の優位性や信頼性など全くない、いい加減な代物だったことが明らかになりました。比較してはいけないデータを比較して、裁量労働制の方が労働時間が短く見えるデータを偽造していたとは、開いた口が塞がりません。まさに公文書の改ざん、廃棄、隠蔽、国会での虚偽答弁、証人隠し、困った時の記録なし、記憶なし、責任逃れと言い逃れ、安倍政権の政治の歪みそのものじゃないですか。良識の府、参議院の見識ある与党議員の皆さん、この法案が本当に働く者のための法案なのか、過労死促進にならないのか、参議院では徹底的に審議して、ダメなら堂々と廃案にする、それぐらいの覚悟でやろうじゃありませんか。そのことを強く訴えて、以下、法案について質問します。第一に、労働法制に対する安倍政権の基本姿勢について確認します。安倍総理はこれまでずっと、民間議員と称する財界や人材ビジネス界のお友達の言い分にのみ耳を傾けて、彼らの利益のために労働者派遣法の大改悪など労働法制改悪を推し進めてきました。それに対する真摯な反省がなければ、真に働く者のための働き方改革などなし得ないはずです。総理の反省の弁をお願いします。その上で、先日過労死を増やすような法案を絶対に成立させてはならないという思いから、過労死家族会の皆さんが安倍総理との面会を求めました。しかし総理はなんとその申し出を断って、財界人との会食に出かけていったと聞いています。何なんですかそれは。総理の説明を求めたいと思います。第二に、残業時間の上限規制について質問します。労働時間の大原則は1日8時間週40時間労働です。そしてその時間内で働けば、労基法第1条が規定する人たるに値する生活を営むための必要を満たす労働条件が保障されなければなりません。その当たり前を実現することこそが真の働き方改革だと考えますが、総理の見解をお示しください。今回の法案は残業時間の上限規制を2階建てにしています。原則は月45時間年360時間以内であって、対象事業者のすべてがまずその枠内で協約締結を図ることが要求されるんだと理解しますが、それでよろしいでしょうか。その上で、例外的に年720時間までの特例水準が容認されるわけですが、問題は単月100時間未満、平均で月80時間以内という条件が過労死水準を超えていることです。なぜそれを法的に許容するのか、説明をお願いします。また本法案では勤務間インターバル規制が義務化されていません。そのために、上限規制の枠内であっても過労死レベルの連続時間勤務が可能になってしまいます。なぜ休息規制を義務化しないのか、厚労大臣、その理由を教えてください。加えて加藤大臣、自動車運転手、建設作業員、医師については5年間の適用猶予となっています。同じ労働者でありながら、なぜ5年もの間適用猶予するのか、
誰もが納得いく説明をお願いします。しかも自動車運転手については5年後の上限を960時間としています。この水準では現行の改善基準告示とほとんど変わらず改善になりません。なぜこんなとんでもないダブルスタンダードを合法化するのかご答弁ください。そして今学校の先生の深刻な長時間労働の実態が明らかになっておりますが、この法案は全く対策を講じておりません。なぜ給特法の改廃を含む改善策を盛り込まなかったのか、教員の長時間労働撲滅に取り組む気がないのか、林文科大臣、説明をお願いします。第3に、裁量労働制について確認します。安倍総理は、今、裁量労働制の適用労働者に、過労死や深刻な健康被害が次々と発生している現実を認識しているのでしょうか。認識しているとすれば、その原因は何だと分析しているのかも合わせてご答弁ください。過労死が発生しているということは、現行の裁量労働制に深刻な制度的欠陥があるということです。それなのになぜ、現行制度の適正化、規制強化の部分まで法案から撤回してしまったのか、総理、合理的な説明をお願いします。第4に、この法案の最大の問題である、高度プロフェッショナル労働制について質問します。そもそも安倍総理、この高プロ制度の導入をあなたに要請したのは一体誰なのか、ぜひ教えてください。総理は時間にとらわれない働き方を望んでいる労働者がいると繰り返し答弁しています。総理のご答弁ですから、きっと統計上も有意な調査の結果に基づいておっしゃっているのでしょう。まさかたった12人の専門職にのみ聞いた話だ、などとは言わないと思いますが、その調査結果を具体的にお示しください。また、総理によれば、この制度は時間ではなく成果で評価をするのだそうです。では条文のどこに企業は対象労働者を成果で評価しなければならないと規定してあるのか、該当条文を示して教えてください。一方で、その成果で評価をすることは現行制度の下ではできないんでしょうか。労働時間規制を全面的に適用除外しなければ実現できないこととは一体何なのか、具体的に解説をお願いします。成果で評価をされるということは、要求された成果を出さなければ評価されないということです。では、その成果は誰が決めるのでしょうか。加えて、その成果を出す期限は誰が決めるのか、合わせて答えてください。例えば、この制度では、理論上はなんと1日24時間、それを最長48日間連続して働かせること、働き続けることが合法的に可能です。そんなとんでもない働き方をしなければ、達成できない成果と期限を課すことは法律上禁止されているんでしょうか。またそんな業務命令を課した使用者は罰を受け制度の利用を禁止されるのか、合わせてご答弁ください。労働者が誰であろうと、いくらもらっていようと、命と健康、暮らしの安心を守るための労働基準法から適用除外されることなどあってはなりません。それ自体憲法が保障する基本的人権の無視です。安倍総理、断固、コープロ制度の撤回を求めます。ご答弁ください。第5に、同一労働、同一賃金について質問します。まず安倍総理は、同一労働、同一賃金と、同一価値労働、同一賃金との違いについて、どのように理解をされているのか、ご答弁ください。ILO 第105条約は、男女間の賃金格差を解消するために、同一価値労働同一賃金の実現を批准国に求めています。なぜ同一価値労働が求められているのか、総理、解説を願います。それなのに本法案は、同一価値労働同一賃金の実現を目指しておらず、これでは男女間や業種間の抜本的な格差解消にはつながりません。総理、見解を示してください。最後に、パワハラ規制の必要性について質問します。今、この瞬間にも、パワハラによって、精神的に追い詰められ、苦しんでいる労働者がいます。パワハラ規制なくして、真に労働者のための働き方改革は実現できないはずです。にもかかわらず、政府案にはパワハラ規制がありません。なぜなのか、総理、明確にご答弁ください。以上、政府案の問題点を中心に質問いたしました。私たち立憲民主党は、働く者の立場に立った真の働き方改革の実現で、まっとうな雇用を取り戻すことこそ、国民の安心、
子どもたちの未来にとって今最も必要なことであり、政治の責任だと考えています。これからもその実現に向けて全力で戦っていく決意であることを申し上げ、私の代表質問とさせていただきます。ありがとうございました。内閣総理大臣、安倍晋三君。労働法制に対する基本性についてお尋ねがありました。労働法制は立場の弱い労働者が劣悪な環境で働くことのないよう、保護する観点から契約自由の原則を修正するものであり、その意義は大きいと考えています。加えてその時代の労働者の働き方の実態に応じて、その労働者をどのように保護することが適当か見直す必要があります。人を大切にするという我が国の優れた観光の優れた点を大切にしながら、時代の変化を踏まえ、働く人々の視点に立った働き方改革を着実に進めてまいります。なお、平成27年に成立した労働者派遣法改正案法については、正社員を希望する方にその道が開けるようにするとともに、派遣を積極的に選択している方については、待遇の改善を図るものです。施行状況についてはしっかりと注視し、その目的が達成されるよう努めてまいります。全国過労死を考える家族の会からの面会要請についてお尋ねがありました。ご指摘の面会のご要請については、働き方改革法案に対する政策的なご要望であることから、政府としては法案の担当省庁であり、その内容、経緯等を熟知している厚生労働省において、受けたまらせていくとしたものであります。私としては、法案を担当する厚生労働大臣からしっかりと承りたいと考えております。労働時間の原則についてお尋ねがありました。今回の働き方改革においては、史上初めて労働界と産業界のトップの合意のもとに、サブロク協定でも超えてはならない罰則付きの時間外労働の上限を設けます。さらに労使トップにより月45時間年360時間の原則的上限に近づける努力が重要とする旨の合意がなされたことに鑑み、政府としては新たに指針を定め、労使に対して必要な助言、指導を行ってまいります。本法案は、我が国の長時間労働の慣行を是正し、ワークライフバランスの改善を図るものであり、こうした意味で、時間外労働の上限規制は、労働基準法第1条に規定されている労働条件の原則の考え方に沿うものと考えております。時間外労働の上限規制についてお尋ねがありました。時間外労働の上限規制はあくまで原則として月45時間かつ年360時間です。その上で、臨時的な特別の事情がある場合に該当すると労使が合意した場合に限り、上限は年720時間とし、その上限内において単月では100時間未満、複数月の平均では110時間以内を限度とするものであります。これは私自らが議長となり、労使トップにお集まりをいただいた働き方改革実践会議の場で計10回にわたり議論を行い、働く方の実態を最もよく知っている労使のトップが実行するのがあり、かつぎりぎり実現可能なものとして合意したものであります。その労使合意に従って法律案として立案したものであります。裁量労働制についてお尋ねがありました。裁量労働制についても長時間労働により健康被害につながっているのではないかとのご指摘があることは承知しています。一方、政府の裁量労働制に関するデータは、国民の皆様に裁量労働制の改正について疑念を抱かせることとなったため、法案から全面削除しました。今後、厚生労働省において実態をしっかりと把握し直すこととし、その上で健康確保措置も含め議論をし直してまいります。高度プロフェッショナル制度の導入についてお尋ねがありました。高度プロフェッショナル制度は、産業競争力会議で経済人や学識経験者から制度創設の意見があり、日本最高戦略において取りまとめられたわけであります。その後、労使が参加した労働政策審議会で審議を行い、取りまとめた権利に基づき法制化を行ったものであります。具体的な対象者は、法律上次の3つの要件を満たす場合に限定されています。第1に、年間の賃金が平均的な労働者に対して著しく高いこと、具体的には年間平均給料額の3倍相当程度上回る水準、現状では1075万円以上の方であること。第2に、専門性があり通常の労働者と異なり、
雇用契約の中で職務の記述が限定されていること、いわゆるジョブディスクリプションがあること、第3に何より本人が制度を理解して個々に書面等により同意していること、したがって本制度は望まない方に適用されることはないため、このような方への影響はありません。このため適用を望む人が何人いるから導入するというものではなく、多様で柔軟な働き方の選択肢として整備するものであります。成果の評価というについてお尋ねがありました。高度プロフェッショナル制度については、高度の専門職の方が従事した時間と従事した して得た成果との関連性が通常高くない業務につく場合に限って、自律的な働き方を可能とする旨を改正後の労働基準法第41条の2に規定することとしています。現行の労働時間制度では、同じ成果でも働く時間の長さにより賃金が違ってくる場合があり、純粋に成果に見合った賃金を支払うことにはなりません。一方、高度プロフェッショナル制度では、時間と賃金の関係を切り離すことによって、事前に明確に定められた職務について、時間ではなく成果で評価することを徹底できることになります。なお、成果の目標や期限の設定については、それぞれの労使の話し合いにおいて決められるものと考えています。高度プロフェッショナル制度の業務命令についてお尋ねがありました。高度プロフェッショナル制度については、その対象業務に関し、働く時間帯の選択や時間配分は、労働者自らが決定するものであることを省令に明記する方向で検討しています。したがって、使用者がご指摘のような極端に長時間働くような業務令命令を出すような場合は、法令の要件を満たさず、高度プロフェッショナル制度の適用は認められないこととなります。また、この場合には、法定労働時間に違反することとともに、割増賃金の支払い義務が発生し、罰則の対象になるものであります。高度プロフェッショナル制度についてお尋ねがありました。第4次産業革命の支援や、グローバル化のもと、活力ある日本を維持していくためには、高い付加価値を生み出す経済を追求していかなければなりません。付加価値の高い革新的な分野で、高度専門職の方であって、希望する方が仕事の進め方等を自ら決定し、その意欲や能力を有効発揮することによって、新しい産業が発展し、ひいては日本全体の生産性向上につながっていくものと考えています。このような考え方のもと、高い年収の確保、職務範囲の明確化等の要件を設定した上で、自律的に働くことができる高度プロフェッショナル制度を、働き方の選択肢として整備することが必要です。同一労働同一賃金についてお尋ねがありました。同一労働同一賃金と同一価値労働同一賃金は、論者、学者によりさまざまな異なる解釈があると承知しています。いずれにせよ大胆なこと、いずれにせよ大切なことは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の理由のない待遇差を埋め、どのような雇用形態を選択しても自分の能力が評価されているという納得感が得られ、働くモチベーションが高まる処遇を受けられるようにすることです。今回の法案により、これを実践してまいります。なお、同一労働同一賃金は、労使トップが合意した働き方改革計画、実行計画に基づいて法案化したものです。また、ILO 第105条約は、加盟国に対し、男女労働者に対する同一報酬の原則の適用を求めているものであり、これは男女間に賃金について差別のないことを要求するものであると承知しています。パワハラ対策についてお尋ねがありました。職場におけるパワーハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、あってはならないことと考えています。そのため、労使双方への周知啓発を進めているところです。さらに、職場のパワーハラスメント防止対策を強化するため、有識者や労使関係者が参加した検討会において、対策のあり方や論点等に関する報告書を本年3月に取りまとめたところです。今後、この報告書を踏まえて、労働政策審議会において、具体的な対策について議論を進めてまいります。財務の質問としましては、関係大臣から答弁されます。厚生労働大臣、加藤勝信君。石橋通宏議員より、まず勤務間インターバルについてお尋ねがありました。勤務間インターバルは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要でありますが、制度の普及状況を見ると、制度を導入している企業は 1.4% にとどまっております。
勤務間インターバル制度の導入が進んでいない理由としては、制度導入の予定がない企業の理由を見ると、当該制度を知らなかったためが 40.2% と最も多くなっており、認知度が低いこと、制度の導入にあたって突発的な事情で残業が生じ、翌日の出勤遅刻を遅らせる場合に、代替要員の確保が困難であることなどの労務管理上の課題があると考えられます。こうした状況を踏まえ、まずは制度の周知や導入促進を図ることが重要であることから、法案においては事業主に対して勤務間インターバル制度の導入を努力義務として課すこととしております。上限規制の適用理由についてお尋ねがありました。現在自動車の運転業務や建設業については大臣告示による指導の適用除外となっておりますが、今回この取り扱いを改め、新たに設ける罰則付きの時間外労働の限度を適用することにしております。自動車の運転業務については他の産業に比べて労働時間が長い実態があり、その背景には取引慣行の問題など、個々の事業主の努力だけでは解決できない課題もあります。また、建設業については、施主から工期を厳格に守ることが求められるとともに、天候不順などの自然的条件により、作業日程が圧迫されるなど、業務の特性や取引慣行上の課題があります。また、医師については、求めがあれば診療を拒んではならないという応召義務が課せられているなどの特殊性を踏まえた対応が必要となります。実態に即した形で上限規制を適用していくためには、こうした取引慣行や法制度上の課題も含めて、解決していく時間が必要であり、5年間の猶予期間を設けたところであります。なお、猶予期間においても、自動車の運転業務、建設業については、長時間労働を是正するための環境整備に関係省庁と連携して取り組んでまいります。医師については、具体的な規制の在り方について、医療界の参加の下で検討の場を設けており、質の高い新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指してまいります。自動車の運転業務についてお尋ねがありました。先ほどの答弁と重なりがありますが、現在、自動車の運転業務については、大臣告示である労働時間の延長の限度等に関する基準の適用除外となっております。この法案において、長年の取り扱いを改め、罰則付きの上限規制を適用することは大きな前進と考えておりますが、一方で、自動車の運転業務については、現に他の産業に比べて労働時間が長い実態があり、その背景には取引慣行の問題など、個々の事業主の努力だけでは解決できない課題があります。このため、自動車の運転業務については、施行期日の5年後に、年960時間の規制を適用することとしております。これは労使トップが参画する働き方改革実現会議で取りまとめられ、その後、関係労組を構成員に含む労働政策審議会で議論し、答申を得た水準でもあります。またこの5年の猶予期間においても、長時間労働を是正するための環境整備に関係省庁と連携して取り組み、将来的な一般則の適用に向け、努力をしてまいります。文部科学大臣、林芳正君。石橋先生から、教師の長時間勤務についてのお尋ねがありました。昨年4月に公表した教員勤務実態調査の速報値では、教師の長時間勤務の実態が明らかになっているところです。これを踏まえ、文部科学省としては、学校における働き方改革に取り組んでおりまして、昨年6月より中央教育審議会においてご審議いただき、12月には中間まとめが取りまとめられました。これを受けまして、文部科学省では学校や教師の業務の役割分担や、適正化を着実に実行するための方策などを盛り込みました緊急対策を取りまとめております。文科省としては、学校や教師の業務の役割分担の適正化や、勤務時間管理等に係る取り組みの徹底、必要な環境整備等を通じて、教師の長時間勤務の是正に取り組んでまいりたいと考えております。また、給特法のあり方も含む、教職員の勤務時間等に関する制度のあり方については、現在、中教審でご審議いただいているところでございまして、その議論を踏まえつつ、慎重に検討してまいりたいと考えております。山下芳生君。
日本共産党を代表して働き方